新年おめでとうございます香川大学学長の加計比幸です香川大学は昨年70周年を迎えましたこれまでに6万名余りの卒業生が県内外や国外で活躍されております一昨年4月には創造工学部を新設しまた経済学部を大幅に改装医学部では臨床心理学科をスタートさせております創造工学部の教育の柱であるデザイン思考教育 リスクマネジメント教育に加え、AI 時代に不可欠である数理情報基礎力の関与を三味一体とした DRI 教育を昨年度より全学部の学生を対象に展開しております。4月からは大学院医学研究科に臨床心理学専攻が新設されます。付属病院は昨年に待望の再開発が終了し、予想医も新たに最先端の医療を提供しております。 一昨年に開設しました香川大学イノベーションデザイン研究所では企業や自治体から寄せられたさまざまな研究課題に対して学部横断的に研究者チームを形成しイノベーション創出を開始しておりますさらにアートを通じた人間力形成を教育テーマの一つとし昨年は第4回瀬戸内国際芸術祭に本格的に参加し 本学学生や教職員と地元の高校生や社会人などによる競争事業として小豆島の農村歌舞伎舞台で2つの舞台作品を上演しましたまた首都圏の大学と本学の学生の対流促進事業として芝浦工業大学に続き津田塾大学との交流が進むとともに東京農業大学との連携事業も開始いたしました。 人工知能の導入や革新的情報通信技術で人々の仕事や生活が大きく変化しようとしております香川大学は教育と研究を社会に大きく開き地域の皆様と連携してここ香川の力持続可能な地方分散の達成に向けた歩みを国内外に示したいと思います本年も 皆様の一層のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。